先週撮った写真、とにかく暑い。暑いけど、頑張ってウォーキングして写真撮ってる。で、大体毎回同じようなっていうか、同じプリセットで、その動画ごとにだいたいもう全部同じプリセットで現像するってやってきたけど、今回は写真によって結構バラバラにしてる感じで、カラーもあればモノクロもあればコントラストが強いのもあれば弱いのもあればみたいな感じで、現像してます。
歩いてる途中に2回ぐらいエアコンの効いてるお店に避難しながらウォーキングしてます。これはまあなんとなく可愛かったから、これはね、これやばいっしょ。なんちゅう格好で歩いてんの、外っていう。これは蜷川実花の写真で、これも蜷川実花の写真で、すごい長い間温泉に展示っていうか、もう壁紙みたいになってて、何年も。それがやっとね、先週剥がされたっていう。これはもういつも同じ、いつも撮ってる場所で、これもいつも撮ってる家で、足場がなくなってる。あれ、前も言ったんかな、足場がなくなってるって言ったんかな。もう記憶にないけど、なんか進んでんじゃないかなとは思うけど、進んでないかも。これはね、この通りにこの木、花のついた木がいっぱい植えてあって、なんか綺麗かったなっていう。これはこの T シャツが、この T シャツに最初目がいって撮ったっていう感じかな。これはもう、これもよく、まあ、これ久しぶりに撮ったけど、ロールスロイス動いてるような、ナンバーは一応ついてて、動いてるような、動いてないような。まあ、この時あまりしっかり見なかったけど、まあ、前にしっかり見たから。でもこの時よりも前に撮ってた時の方が、まあたまには乗ってるんだろうなっていう感じはあったけど、今回見た時はもうこれ動いてないんかなってちょっと思った。これも久しぶりに見たケムトレイル。これはなんかこの辺のね、色合い、もうちょっと広めに撮ってるのもあるんやけど、なんかこういう四角のこう、なんか色、カラフルな、なんかいいなっていう。これもケムトレイル。これはね、普通に住宅の解体してる場所なんやけど、もっとね、もっと普通、足場組んで、養生ネットして、この周辺に、埃とか、ゴミとか飛び散らないようにして解体するのが、普通やと思うんやけど、足場組んでたんかな、なんか組んでなかったような、組んでないっていうことはないんかな、足場が組んでるけど足場の高さが低かったんかな。俺、まあ、パッと見た時に 竜巻とかさ、そういうなんか災害で壊れた家みたいな感じがしたな。
雑に解体していいんかなってちょっと思うけどね。これはここに、このダウンが欠けてあって、なんかこれがパッと目に入って気になって、気になったけど一回取らずに通り過ぎて、いや、やっぱ一応取っとくかって思って戻って取った。これもまあなんかこういうなんか資格がいっぱいあるっていう感じで、なんか気になったかな。これはね、俺がいつも行くスーパーに泊まってたんやけど、まずこれを見た時に俺はこうマフラーにしてんのかなって思ったのよ。この辺ぐらいで溶接するか何かして、これ多分足場のパイプとかそんなんやと思うけど、これをマフラーにしてんのかなって思ったのね、最初。で、よく見たらこっちにマフラーついてんのよ。ここにマフラーがあんのよね。なんやこれ、飾り替えっていう。まあ目的用途があるとすれば、ここに旗的なものを立ててぶっ刺して、ここにこう旗をつけて走るみたいな。でもダサいことに 125cc の原付2種なのよ。チェーンも錆びてるし、こういう色のチェーンかな。昔ゴールドチェーンとかあったけど、錆びてんだろうな、錆びてるような気がするな。で、撮ってたらね、この持ち主帰ってきて、別に何も言わず、バイクに乗って去ってったけど、普通の兄ちゃんやったね。いかにもって感じじゃなく、もうほんと普通の兄ちゃんが乗ってたね、これ。これは、うちの近所にあるホールで、まあ、これ俺なんやけど、よくこのホールのこの鏡みたいになって、鏡みたいになってるところでこうやって自分の写真よく撮るんやけど、こう入ってったらこうなんかちょっとスモークみたいなの焚かれてたんかな、わからんけど、煙ってて。うわ、なんやこれって思って撮った。これはカラーで、これはね、このセブンイレブンカラーを始めてみて、あ、なんかこういうのいっぱいあって、いろんな企業から広告を出してもらって、こういうラッピングみたいなのを路面電車にしてるんやけど、いろんな種類があるけど、このセブンイレブンのこのカラー、これがなんか一番合ってるような。これまで見たことあるラッピングの中で一番しっくりくるなっていう。で、もうこれ初めて見たから、おっとかって思って撮ったかな。
通に赤いヒール。あんまり最近ね、赤いヒールとか履いてる、まあ、時間帯によるんかな。俺がそういう時間帯に外に出てないからかもしれんけど、あんまり赤いヒールを見ないから、久しぶりに見て、まあ見たら絶対撮るから、もう撮ったって感じかな。これは、ケムトレイル。これは、ガチャガチャのお店でね、これがあって、これ矢野部健二の、なんていうの、宇宙猫っていうのか、あった、キャプチャーしたんや。これや、矢野部健二のシップスキャット、全3種500円。これ、まあ、ちょっと色違うよな。色違うけど、まあこれなんやと思うけど、これがね、そのガチャガチャショップの、こういう上に飾ってあって、で、わ、矢野部健二あると思って、欲しいと思って全部見てったけど、もう置いてなくて、なんかパクって帰ればよかったなって思うけどね、思ったけど。で、これ見たら、2023年の1月に始まってるから、もうそりゃ終わってるよなっていう、感じで。でも欲しかったな。これはおおとかって思って。で、これトリミングしようかなと思ったけど、まあ、トリミングしてもあんまり面白くなかったから、トリミングせずに載せてるけど、この道路を渡って一応追いかけたんやけど、追いつくことができなくて、この1枚しか撮れなかった。これもね、なんかたまたまこんな感じになってて、ピントはね、来てないんやけど、ピントはなぜかこの辺に来てるっていうね。なんでここにピントが来てんのっていう。でもまあ許容範囲かなっていう。これはちょっといい感じかなって。ここの交差点はね、本当最近俺はそんな時間にいないけど、9時とか夜の9時とか10時とか11時とかも、いろんなお店の水商売の女の人が歩いてて、ここにいるだけで結構、まあ、俺は面白いって思う写真が撮れるかな。これは俺の大好き、東横インで、初めてのアングルで、歴代の東横イン撮った中で一番好き、いいんじゃないかなってちょっと思ってる。これはね、これ日本人じゃなくて、おそらくこういう頭
頭を布で覆う人たちいるでしょ。あっちの方の系統の顔をしてたような気がするから、そっちの方の人やと思う。これは、すごい格好で最近の女の子は出歩いてんなって思って。撮ったけど、ちゃんとは撮れてないよね。これは、ナイキおじさんが立ってたから。あ、ギャルソン？ギャルソンとナイキのコラボなんやね。すごいよね、これ。いや、やばいよな。主張しすぎよな、これ。10円で売っててもいらんかな。これは、時々行く公園の展望台。で、これが気になったから撮った。これはなんか、同じ公園でこういう鳥、最初はね、もっと遠くの方にいたんやけど、なんかバサバサバサ飛んできて、ここにビタって止まったから撮ったかな。あれ、こんだけか。以上かな。あと何になんか話すことはいっぱいあったんやけどね。まずこれを見てもらおうか。さいか。これちゃんと映ってんのかな？外で、これ本当に人を勝手に撮ってるかどうか真相は知らんで、もう最初にもしかしたら動画撮る前に声をかけてる可能性もあるけど、こういう勝手に写真を撮って、画像処理までして、プリントアウトして、プレゼントするっていう。これインスタグラムなんやけど、こういうことをやってんのがね、この人だけじゃなくて、最近インスタグラムでも結構、インスタグラマーもずっと長い間、ファッションブランドだけをフォローしてたんやけど、最近写真家の人とかもフォローし始めてて、したらおすすめに写真関係のがいっぱい出てくるようになって、こういうのもおすすめに出てくるようになって、多分この人と他にもこういうことやってる人がいて、でね、東京にも日本人の人で、ポラロイドを撮って、そのポラロイド写真を上げて、で、デジカメでも撮らせてもらうみたいな人がいて、あ、でもそれはいいなってちょっと思った。喜んでくれるならね。でも、これが本当に勝手に撮って、この女の人何も知らずに勝手に撮って、プリントアウトして、プレゼントしてるとしたら、これを日本でやったら、
まあ、喜んでくれる人もいるだろうけど、やっぱ気持ち悪いなって思う人の方が多いんじゃないかなってちょっと思ったりするかな。あとは何だろうな。写真雑誌のね、ジェニックってやつをね、2冊買ったのね、最近。で、まあ、写真の雑誌って言えば、なくなったけど、日本カメラと朝日カメラと、で、あとはなんかこう、機材メインの雑誌みたいなのがいくつかあるでしょ、今でも。で、最近だと写真とかっていうのあるけど、そのジェニックとかっていう、ジェニックっていう写真雑誌はあるのは知ってたけど、昔から。昔っていうほど昔じゃないけど、そのジェニックに載ってるような写真って、こうなんか、昔から、あるっていうか、いるっていうか、そういう写真家の写真じゃなくて、こうなんかちょっと今っぽい感じの写真ばっかり載ってんのに、これ伝わるかな。なんかまあ俺の解釈で話してるけど、その写真なの撮ってる対象物とかじゃなくて、写真の色合い、色の話で、それがこうなんか今っぽい感じの色の写真ばっかりがジェニックっていうの載ってる気がすんのよ。んで、2冊買って2冊見たけど、やっぱそんな感じなのよ。わかりやすく言えば、市橋織江みたいな。まあ、市橋さんの写真も載ってたから買ったんやけど。で、俺はそういうジェニックに載ってるような写真、市橋さんって言ってしまうけど、みたいなこう感じの写真って SNS っぽいなって俺は勝手に思ってて、それなんで SNS っぽいなって感じるのかってちょっと考えた時に、そういう市橋さんとか、高橋洋子だったかなとか、そういう本当の写真家の人で、で、なおかつ、まあ、市橋さんとか、その高橋洋子さんとかは昔からそういうトーンの色合いの写真を撮ってるけど、そういう色合いの写真が今の若い人たちに受けて、で、その SNS とかである程度影響力を持ってる人たちが、そういう市橋さんとか高橋洋子とかの色合いを真似して、ちょっと自分の写真も色合い調整してみたりして、で、それを一般の人が SNS で見ていいなって思って、一般の人も同じような色に寄せていくっていう、こうなんかピラミッドになってるんじゃないかなって思ってて、だからその SNS に SNS ぽいなっていうようなこう色合いの写真が多いのかなって俺は今っていうか最近思ってて、で、その色合いの写真、SNS っぽい写真、色合いの写真がちょっと好きになってきてて、俺も影響され始めてて。でね、そういうのを、まあ、中盤のデジタルで、まあ、それっぽくしよう、まあ、別に中盤じゃなくてもいいけど、まあ、ちょっといいか、ちょっとよくまとめられないけど、まあ、そういうね、なんか、
SNS、今っぽい色合いの写真みたいなのが、最近好きっていう話。と、EOS の R1 っていうのが出たでしょ？で、まあ、これ大した内容じゃないんやけど、俺はね、もうこの、これはあんま良くないかな。このね、この、あれ、どれがいいかな。これは R1 か。この、これもちょっと、あれかな。このね、まあいいけど、この EOS の 1D シリーズのこのカメラの形が、世の中にあるカメラの、全てのカメラの中で俺は一番形がかっこいいと思ってて、こういうのいいね。この形が俺は一番かっこいいと思ってんのね。中身とかどうでもいいよ、形だけの話ね。で、これが R1 でしょ？あれ？これが R1 でしょ？ R3 って書いてるね。まあ、R1 もこんな感じだったでしょ？なんで、まあ無理があるか。俺もこのままの形のボディに今度出る R1 の中身を入れてくれれば一番いいのになって思ってる。もちろんね、いらなくなる一眼レフには必要やけど、ミラーレスには必要ない部品とかいっぱいあるから、中身はいろいろ変わるけども、この辺スカスカでもいいから、形、ボディの外側はもうこれで作ってもらいたかったなって思ってるっていう話と、あとこれかな。これ読めないのよ、この人。なんていう名前か。でも、この人とコナミ二郎さん、コナミ二郎かな、その2人はね、まあもちろんどっかではちゃんとずっと活動してきたんやろうけど、スーッとこう写真の世界っていうか業界にこうスーッと浮上してきたイメージがあって、この人とコナミ二郎はね。でも最初見た時からね、かっこいい写真撮ってるなとは思ってたけど、この人が写真集をね、9月25日に出すんやって。で、しかも4400円っていう安い。で、こういう写真が入ってる。ほら、かっこいい、かっこいい、かっこいい。かっこいい、かっこいい、かっこいい。これは買ってもいいんじゃないかな。俺は買わないと思うけど。なんかね、やっぱ名前が特徴的やから、コナミ二郎っていうのもちょっと名前特徴的でしょ。あの人漢字でしょ。このコナミ二郎とこの人はね、俺の中ではセット、2人でワンセットになってて、もちろん本人たちの写真見たことないから、どんな感じの人なのかも全然知らないし、でもスーッと世の中に現れたっていうか、そんなイメージがあるんだな。っていう感じかな。
あとは何だろうな。あとはまあ、昨日も言ったけど、カメラ買ったから、まあどんな風に撮れるかは、まあ大体は分かってるけど、なんだろう、まあとりあえずあれかな、これまで撮ったことある場所を撮りに行って、写真の違いをちょっと確かめるかな。そんぐらいかな。でももう外付けのストレージにこうなんか気になるようなデータも入ってないから、また週1回の先週撮った写真シリーズだけの動画になってくると思う。もうカメラ買いましたみたいな動画はもう作らないんで、ゴリゴリの中古やから、何年前のカメラ買うねんみたいな。まあそんな感じです。今週から新しいカメラで頑張ります。